護衛艦山切整備長加藤一位です。今日はアームズマガジンの取材協力に潜入します。缶詰をご覧の皆さん、おはこんばんちは。今回の缶詰は広報の取材現場に潜入してみたということで、護衛艦山切で行われた雑誌メディアへの取材協力の様子をお届けします。今回海上自衛隊が協力したのは月刊アームズマガジンです。声優の佐々木琴子さん、中村さくらさんによる立ち入り検査隊の体験取材の裏側をご覧いただきます。立ち入り検査隊とは立ち検隊または立ち検と呼ばれ、海上自衛隊の護衛艦ごとにその乗員たちで編成されます。海上自衛隊が必要な場合に応じて洋上における外国船や一般船舶に対して保安上の立ち入り検査を実施します。撮影は6月下旬、天気に恵まれさんさんと照りつける日差しの下、護衛艦山切の飛行甲板から撮影はスタートしました。声優のお二人は紺色のつなぎに着替えて、はじめに山切立ち入り検査隊の訓練を見学、隊員の様子を食い入るように見つめています。それにしても暑かったです。こちらは立ち入り検査隊の装備一式です。立ち入り検査隊の装備はボディーアーマーやブーツのほか細かな装備品が多く、慣れていないと装着も一苦労。山切の隊員が手伝います。海上自衛隊の行う広報、特に取材への協力は、我々海上自衛隊の活動を国民の皆様にご理解いただくため、また関心を持っていただくための絶好の機会。隊員一人一人が広報意識を持って真剣に取り組んでいます。視線はこの辺を見て、で後ろの人はこの辺を見て、で後ろを見て、はい、で後ろはこういう感じで後ろを見て、そうそうそう、はいはい、OK です。初めはぎこちなかった声優のお二人ですが、まるで本物の隊員のよう、かっこいい。朝から続いたこの日の撮影は午後を迎えます。再び山切の飛行甲板に戻ってきてのグラビア撮影、うだるような暑さの中表情を変えずに撮影をこなす様はさすがプロ。隊員も負けじとついていきます。撮影も残すところあとわずか。写真を撮られることに慣れていない隊員たちですが、淡々と指定されたポーズをこなしていきます。疲れを見せないように頑張ってくれました。撮影の最後には山切艦長の山内美沙から撮影に参加された声優のお二人に御朱印が手渡されました。やっぱりね、 YouTube は世界に発信するコンテンツですので、やっぱり日本のね、海上自衛隊というものを世界に発信するにはこのね、缶詰を見るのが一番なんじゃないかと思っております。缶詰のことをもうすでにご存知かと思いますが、たくさんの豆知識とかちょっとした面白い話とかも缶詰でいっぱい紹介されるみたいなので、ぜひぜひ皆様も引き続きご覧いただければと思います。私も見たいと思います。今回このお話をいただいて調べて見させていただいたんですけど、その何々やってみたみたいな動画をいくつか見させていただいたんですけど、やってみたのレベルじゃないって思いながら、すごい心の中で突っ込みながら、でもやってることは本当にすごいことなので、そこも楽しめてすごい面白いなって思いながら見させていただきました。まだまだ面白い動画たくさんアップしてくださるそうなので、私も楽しみに待っていますし、皆さんもぜひ楽しんで見てください。よろしくお願いします。いかがでしたか？楽しんでいただけましたか？これからも護衛艦山切をよろしくお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。OK。